プラグインハイブリッド車は内燃エンジンと電気モーターを組み合わせたもので、外部よりバッテリーに充電できるようになっています。これが電気モーターです。2つの機能を有しています。1つ目は電動走行をするためのモーターとして、2つ目は電気エネルギーを発電してバッテリーに充電するためのジェネレーターとして。電気モーターとバッテリーをつなぐものがインバーターです。バッテリーからの直流電流を電気モーター用の交流電流に変換します。電動走行時はバッテリーは電気モーターにエネルギーを供給します。バッテリーはブレーキ時とエンジン走行時に充電されます。あらかじめ出発前にメインソケットを充電器に差し込んでおけば、バッテリーは充電されます。ブレーキ時には大量のエネルギーを放出します。ボッシュの回生強調ブレーキシステムは、このブレーキ時のエネルギーを最大限回生し、バッテリーを充電します。Bosch, invented for life.